ではプレゼンテーションをお願いいたします。文化学園大学デザイン造形学部メディア映像クリエーションコースレンジャーチームのプレゼンテーションを始めさせていただきます。私たちのテーマは一人一人が主役です。事前の中小企業に対するイメージ調査にて団結力がありそうとか社長と近そうなどプラスなイメージもありましたが、人が少ない小さい大企業の下請けなのではないかなどマイナスなイメージが多くありました。株式会社飯田屋様、株式会社美濃田様、株式会社和急トレーディング様、株式会社アスペクト様に実際に見学させていただいて、人が少ないからこそまとまりがあったりお客様との距離が近いなどのメリットがあるなと思いました。またフットワークが軽く一人一人のできる範囲がすごく広いなど大企業とは違った良さがたくさんあるなと感じました。そこで同じようにマイナスなイメージを抱えているであろう同世代の方も多いのではないかと思い、私たちが感じた良さを伝えるために動画の制作をいたしました。コンセプトは働く一人一人がヒーローのように会社を支え大事な役割を担っているということです。レンジャーにした理由が3つあります。1つ目が分かりやすさ、2つ目が面白さ、3つ目が演出の都合です。1つ目の分かりやすさから説明させていただきます。企業が舞台になるので1号の時出演者がほぼ全員スーツになるので、誰がメインのシーンなのか、社長が誰なのか、営業が誰だったのかが分かりづらくなってしまうことがあるなと思い、レンジャーマスクをかぶり色分けをすることによって誰が社長で誰が営業でというのを分かりやすく出しました。2番目の面白さについてですが、会社にレンジャーがいるという意外性から目についた時にこれは何だろうと興味を持ってもらいやすいのではないかと考えました。3つ目の演出の都合ですが、ほぼ全員大学生の出演者になりますので社長役などの威厳が出にくく不自然になりやすいのと、セリフ回しの拙なさが映像のクオリティを下げてしまうことを危惧しまして、顔が出ないくして声を出さないことでそこをカバーしました。続いて映像についてです。一つの製品完成を目指したショートストーリーにすることで、動画の中でファイルを渡し社長から技術などに業務をつないでいくことで、どの役職ともつながりがしっかりしていることや社内の距離の近さを表しました。ポスター制作はアベンジャーズをイメージして制作しました。アベンジャーズも一人一人違った個性があり、それぞれが活躍している点が中小企業と共通しているのではないかと思い制作しました。ポスターの撮影については背景と各個人一人一人を撮影し合成しました。その後にフィルターをかけるなどの微調整をして制作しました。またポスターと映像の制作者が違うので世界観を一致させることを意識しました。この映像を通して中小企業の良さが少しでも伝わって興味を持つきっかけになってもらえればいいなと思っております。これでレンジャーチームの発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは文化学園大学チームレンジャーズの映像を作成された他のメンバーの皆さんもどうぞステージにお進みください。どうぞ皆さん中央にお越しください。